さて今日はですね、この iPhone 14 Pro と、こっちの Galaxy S23 Ultra の、カメラ性能を検証する動画に、しようと思ったんですけど、これがね、まあちょっとね、なかなか難しくて、何が映ってるかによってこの結果っていうのがコロコロ変わっちゃうんですよ。例えばハイライトを下げたりだとか、まあ、シャドウを持ち上げたりとか、スマホが自動でいろいろと調整をしてくれるので、ソフトウェアの癖というか、アルゴリズムをある程度把握してないと正直検証は難しいなと、本当ね、やってみて思ったんですよ。プロモードで、例えばローとかで撮れば、まあそういったソフトウェアの影響っていうのはまあ少ないんですけど、でも、まあ正直僕ね、あまりスマートフォンでそのプロモードって使わないんですよね。だから今回は、iPhone と Galaxy でもういろいろなこう場面の写真を撮って、でそれぞれのまあ特性をこの機会に把握しつつ、個人的にまあ僕が感じたこの良い点悪い点を皆さんにお伝えしていく動画にしようかなと思ってですね、フォトウォークをしてきました。その時はね、僕がこの Galaxy S23 Ultra を使って、で今回はゲストでもう一方、普段ねからこの iPhone でストリートスナップを撮ってる小田薙哲平さんにご協力いただいてですね、哲平さんにはこの iPhone 14 Pro でいろいろと写真を撮ってもらいました。というわけで、そのストリートスナップの模様と、それぞれが撮った写真、あとは一応検証的な感じでこの2台のスマートフォンを並べてこう取り比べた写真とか、まあそういったものを見ながら、いろいろとね僕が思うところを、お話ししていければなというふうに思います。今日はね、ちょっとスペシャルゲストということで、はい、ということで哲平さんです。田中哲平です。よろしくお願いします。ここにツイッターとインスタのアカウントが出てると思うんで、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。じゃあ僕が Galaxy S23 Ultra で、哲平さんが iPhone 14 Pro、この2台で、まあ、ゆるく撮ってこうかなということで、行きましょう。はい。よっしゃ、レッツゴー。これ。はい、というわけで今ご覧いただいているのは、まあ、僕と哲平さんが、まあ、iPhone と Galaxy で撮ってきた写真なんですけど、これは編集済みの写真になってます。でもちろんこれじゃあ検証にはならないんで、後ほど iPhone と Galaxy 取って出しの比較っていうのをやっていきたいなと思うんですけど、一応今ここではね、まあ、それぞれの作例ということで、まあ、ご覧いただければなというふうに思います。一応 iPhone と Galaxy の、まあ、カメラのスペックをおさらいすると、まず iPhone のメインカメラは画素数が48MP で、センサーサイズが 1.28 分の1インチ、ピクセルピッチが 1.22 マイクロメートルになっていて、24mm の F1.8 のレンズを搭載してます。で Galaxy S23 の方が画素数が 200MP、まあ2億画素ですね、2億画素あって、でセンサーサイズが 1.3 分の1インチと、でピクセルピッチが 0.6 マイクロメートルになってます。で搭載してるレンズが、まあ、24mmF1.8 と、まあ、若干わずかに iPhone よりも、まあ、明るいというような形になってます。もちろんそれぞれフラグシップ機なんで、いろんなことがこのカメラでできるんですけど、今日僕がメインで検証していきたいのは、このスマートフォンをポッケからパッと出してカメラを起動してバシャッと撮った、まあその違い、どっちがいいのかっていうところを、まあ、メインでね検証していきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあここからが iPhone と Galaxy それぞれの、まあ取って出しの写真ですね。しかも設定は全部オートで、なので写真っていうのも12MPの写真、これらを、まあ、それぞれ比較していきたいなというふうに思います。 Galaxy は取って出しで、まあ、サイドも非常に鮮やかで、コントラストもパキッと出るんですけど、iPhone ってすごく味付けがあっさりしてるんだなっていうのがね、すごく感じました。特にスキントーンで言うと、まあ、もうちょっとこうね鮮やかにしてあげた方が、正直ポートレートとかで言えばやっぱ血色よく見えて、まあ、いい感じに仕上がるんじゃないかなっていう風に、まあ、こうやって比較してみると思いますね。でみんなもよく使うと思うポートレートモード、この2つを比較してみたんですけど、境界線、このエッジの部分をぐっと拡大して見てみると、明らかに Galaxy の方がこのエッジの際まで処理がいい感じになってるっていうのが分かるかなと思います。
iPhone の方が露出コントロールはうまいんじゃないかなって気がしました。 Galaxy の方は何枚かで結構ね露出をオーバー気味だなっていう風に思ったのと、ライトモード一歩手前の暗い中で、まあ、ちょっとした光源があったりすると、まあ、同じようなことになるんじゃないかなって気がします。多分ね人が映ってない時にその傾向が顕著かなっていう気がしました。じゃあナイトモードになると、ナイトモードで写真を撮るときって実際目で見たよりも明るくしたいっていうケースの方が多いと思うんですよ。そうなってきたときはギャラクシーの方が圧倒的に明るく映ります。で並べてみると、まあ、正直ねギャラクシーの方がぐっと拡大するとノイズは多いんですよ。ただスマートフォンで撮ってるナイトモードの写真っていうのは、まあプリントアウトしてこう拡大するっていうようなものでもないと思うので、まあスマートフォンの画面で見る分には、まあ、十分かなっていう気はします。あとホワイトバランスのまあ最適化もいろんなこう色温度の光が混ざってるような環境で撮った時にギャラクシーの方がねホワイトバランスがちょっと暴れ気味なんですよね。もちろん全部が全部そうなるっていうわけじゃないんですけど、まあそういった傾向があるなというふうには思います。次はダイナミックレンジで比較すると iPhone の方がハイライトとシャドウ部分のディティールっていうのは、まあ、しっかり残ってて、 Galaxy の方が暗部はねちょっと弱いかなっていう気はしました。これはやっぱりねコントラストをより強く出そうとする、まあ、Galaxy が、まあ、結果的に裏目に出ちゃったのかなっていう気はするんですけれども、じゃあ例えばそういった夕日のシーンとかっていうのは、まあ、iPhone の方がもう圧倒的にいいかっていうと一概にもそうは言えなくて、この夕日の写真を見てもらうと印象的なのはやっぱりギャラクシーの写真だと思うんですよ。やっぱりこの鮮やかさっていうところがよりねその写真を引き立てるんじゃないかなっていう気はするんですよね。で iPhone のダイナミックレンジってシャドウ部分をグッとこう持ち上げてごまかしてることが結構多くて、でそれがハマるときは、まあ、人物がね暗くなりすぎずに、まあ、いい感じになってることもあるんですけど、これがねハマらないと本当にこう人がね漂白されたみたいに真っ白になっちゃうみたいなことも結構あるんですよ。なので iPhone のダイナミックレンジがいいのかっていうと、まあ、正直怪しい部分もあって、 Galaxy も似たようなことをやってるとは思うんですけど iPhone ほど極端ではないと、まあ、言った感じですね。 iPhone 14 Pro と Galaxy S23 Ultra で、まあ、明らかに1個違うのが、それがねカメラの数なんですよ。Galaxy の方には10倍の広角ズームが搭載されているので、 iPhone でも10倍ズームの撮影はできるんですけど、まあ、それはあくまでデジタルズームになっているので、10倍望遠ズームを iPhone と Galaxy で比較しちゃえば、これはねもう圧倒的に Galaxy の方が解像感の高い写真を撮ることができます。でさらに Galaxy はその10倍ズームの望遠カメラをさらに10倍のデジタルズームすることによって最大100倍のね絵を撮ることができるので、例えば街中歩いててパッと見上げた時にこんな飛行機雲がね出てたら100倍ズームで見てやるとここまで寄れるっていうね、はい、まあ、とんでもないものになってますし、この100倍ズームの画質がどうかっていう話じゃなくて、そもそもスマートフォンで100倍ズームができるっていうのは、まあ、これ iPhone にもできないんで、まあ、それ自体がすごいなっていう感じかなというふうに思います。はい、というわけで今日は iPhone 14 Pro と Galaxy S23 Ultra のカメラ性能を、まあ、いろんな写真をね通じて検証してきたんですけれども、じゃあ結局ねどっちの方がいいのっていう話かと思うんですけど、まあ、今日いろいろ見てきた中で、まあ、僕の感想としては、まあ、iPhone っていうのは正直その取っ手出しの写真は物足りないって感じる部分は、まあ、ありながらも、まあ、それを後からね自分なりに編集するんだったら、まあ、やっぱりその最初からあまり濃い味付けがされてない方が、まあ、料理のしがいがあるかなっていう気はするんですよ。ただ、まあ、毎回毎回そのなんだろう、じゃあ SNS に載せる写真自分でこう編集していくかっていうと、まあ、それは正直めちゃくちゃめんどくさいし、そこまでやるんだったら、まあ、僕だったらこういうカメラを使うかなっていう気はするんですよね。日常使いの、まあ、ちょっとしたこう写真を気軽に上げたいっていうことであれば、まあ、Galaxy S23 Ultra の方が、まあ、パッとね見栄えのいい写真が撮れるんじゃないかなっていう気はしてます。 iPhone で撮った写真がなんかちょっとねこう薄味で物足りないなというふうにね思ってる方がいたら、もう本当この Galaxy S23 Ultra のね、まあ、カメラっていうのは多分ねお口に合うと思うので、もしそういった方が、まあ、次のスマートフォンの買い替えどれにしようかなと思っているのであれば、まあ、この Galaxy S23 Ultra も、まあ、候補の一つとして入れてみるのはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ピース。